こんにちは。今日は素人でもケンタッキーのフライドチキンを作れるかっていう動画を撮りたいと思います。よく YouTube とかネットとかで、料理人の人が作ってる動画を見るんですけど、素人でも簡単にできるかっていうのを検証したいと思います。てかこれ今も作ったやつやねんけど、めっちゃうまいで。じゃあレシピをどうぞ。ケンタッキーのフライドチキンを再現したいと思います。で、ケンタッキーは11種類のスパイスとハーブが使われているみたいで、11種類ネットとかで調べてスパイスを買ってきました。で、これを混ぜて今から作りたいと思います。では、やっていきます。それでは、切っていきます。はい、スーパーで売られている鶏もも肉を買いました。フライドチキンのデカさを出したいので、半分にカットしました。で、筋なんですけど適当にカットしてます。そしたら今から11種類のスパイスを混ぜていきます。はい、この11種類のスパイスも全部スーパーで揃えてきました。だいたい 2,3,000円ぐらいで揃いました。で、今回は全部小さじ1の分量で合わせてます。はい、11種類ですね。こんだけ混ぜていきます。プロ風に、混ぜていきます。よっしゃ。はい、これ私動画を見返した時に思ったんですけど、スパイスはスパイスだけで混ぜてから肉に入れた方が良かったなと思いました。はい、その方が味が均等に均等やな均等にいくんちゃうかなと思いました。これはですね、冷蔵庫で今から1時間置きます。はい、1時間経ったので今から揚げていきます。で、揚げる前に衣とバッター液を作っていきます。衣はもうこのカメリアを使ったらいいです。使ってください。はい、これは動画とかいろんな人のを見てカメリア使っとったらええって言ってたんで、はい、私もこれを使っていきます。バッター液は強力粉 20g。 あ、入れすぎた。 97g、 間違えた。全然違う。はい、 20g で炭酸水を入れてください。で、これを優しく混ぜます。で、強力粉とバッター液でつけて今から揚げていきます。そしたらバッター液に表と裏1回だけつけてください。で、衣はいっぱいつけます。こんな感じで。はい、まずは130度の低温で5分ほど揚げていきます。で、1分ほど経ったら引っつかないように肉を動かしてください。
1回目揚げました。こんな感じです。一旦130度で揚げてから、もう1回、180度で3分ほど揚げるので1回目はこんな感じです。これでもめちゃくちゃうまそうやけどな。てかもうケンタッキーやんこれ。ごっついな。カーネルサンダースもびっくりやなこれ。じゃあ引き続き、やっていきます。今から2回目揚げていきます。はい、2回目は180度に揚げるので2分ほど揚げるときつね色に変わっていきます。これ焼き鳥に注意してください。それを再現するのに今から電子レンジでチンします。こんな感じでサランラップして今からでチンします。じゃーん、できました。ケンタッキーのカリッとしてて、この触った感じちょっとニュルッとしとう、皮がニュルッとしとうじゃないですかケンタッキーって。そんな感じのが再現できました。見てこれやばー、ケンタッキーやんこれ。できた。じゃあ今から食べます。完成しました。めっちゃ美味しそう。じゃあ今から食べます。いただきます。めっちゃうまい。めっちゃうまい。はい、皆さんも試してみてください。